んは。こんばんは。広島県出身22歳のへっぴこと藤本冬香です。こんばんは。なんかさっき一回やったんですけど、なんかコメントを表示するボタンがあるんですけど、それがなんか表示されなくて、そうやっとなんか表示されましたので、なんか一回切れちゃった。コメントがね、来ないんじゃなくて、コメントがあれだったんですよね。そうなんですよ。なのでちょっと分かんないけど、よかったです。はい。最近はね、なんだっけな、ちょっとごめんなさいね。最近はメイクを毎日するのをやめていたんですけど、今日は久しぶりにしましたので、今日はしました。はい、それだけ。もうちょっと言葉が出てこないです。そう、本当にね、メイクをしてなかった。だって毎日どうせ汗かくし、あのマスクするので、もうなんていうの、メイクするあれもなくて、朝も時間なくなるし、だからもう何もしてなかったんですけど、今日はちょっとしたので、今日はちょっと嬉しいです。久しぶりにメイクをしました。今日はね、キャさんが2分間 MC でした。いいの。9期、なんか9期の出番なんだろう。9期はもうやらないのかなって思ったんですけど、9期もね、なんか回り始めましたね。いつか私も来るかもしれませんね。そうです。10期と9期。10期のことを話す機会はないから、私一緒になったら もしかしたら10期のこと一緒になるのかな、分からんけど。どうでしょう。なんか本当に青春ガールズ公演も一緒に出ることないし、今回の周年も私は一緒に出る公演がなくて、なんか本当になんか入ってから一回も喋ってない、まともに。挨拶ぐらいしかしてないから、なんか喋ってみたいですね。普通なら、なんだろうな、なんか普通だったら、多分普通にコロナとかがなかったら、青春ガールズ公演で一緒に出てとか、人数たくさん16人でとか、みんなで出たりするだと思うけど、今は6人しか出れないし、交互だし、そう、なんか大きなライブとかもなんかなくなっちゃったじゃないですか。だから本当にね、関わる機会がないんですよね。そう、当たり前に。でもみんなそうだと思う、私だけじゃなくて、他の先輩とかもみんな、なんかこう、そう、さっきのなんかショールームとか特別ななんかお仕事で一緒になったりすると関わる機会があるけど、みんなないので、私も喋ったことないですね、全然。だからちょっとわからないけど、ちょっと面白そうだから喋ってみたいです。
んで握手会すべて行けなくなった。そうですよね。いやそうだと思います。わかんないですね。いつかはね、関わる時が来るかもしれませんが、今はないです。今日は何曜日だ。今日は日曜か。明日は月曜ですね。そうですね。今日も15分しかできません。毎日15分しかしていない。いつからか川島は違う場所にいる。今日はタタ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 タ。ソーダさんに会って、今日は会っていませんけど、最近はよく会う。ねえ、かわいい、かわいいよ。すごいすごいかわいくて私は嬉しいです。最近はもう結構、昔はすごいなんか話すだけで緊張してたけど、最近は結構なんか緊張せずに普通に話せるようになったので、すごい嬉しいです。そう、昨日とかもあったんですけど、なんか相田さんからもらったレッスン着を着て頑張りました。レッスンを、かわいいです。非常にかわいいです。そう、一緒のね、公園に出れるので、僕の太陽公園は翔太さんと一緒に出るのでね、なんか好き上手、本当に上手、ダンス上手だなって思いますね。いやでも他の先輩もすごく上手、本当に上手。私はもうすごくびっくりしています。本当にね、刺激のある毎日ですね。すごいいっぱい練習してもやっぱり先輩には勝てない、上手すぎる。だから頑張ってついていけるように必死です。でも本当に見とれるくらい上手、みんな先輩の人たち上手で、 SKE ってやっぱりすごいなって思いました。そうです。そして先輩は優しいです。わからないふりを皆さん優しく教えてくださって、すごいありがたいですね。だから言われたところとか違うところ、私はこの僕の太陽公演とかパーティーも両方とも出たことがない公演なので、知らないことだらけなのでね、でも楽しいです。毎日すごい楽しい、大変だけどすごい楽しい、嬉しい、ハッピー、大好き。頑張れ。ひひひひひ。あとはね、なんだろうな、すごい毎日さ、すごい動くのでね、すごい良いです。楽しい。いや本当に大変ですね、本当に大変ですけど楽しいですね。そう、あとは
自粛期間ね結構さ長かったりとか、公演も最近はなんだろうな、そのなかなかさ前みたいにポン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 はないじゃないですか。前はもうすごいペースの時は2日に1回とか3日に1回とか公演あったじゃないですか。なんだろうな、忘れた、あ思い出したなんだっけ、普通に青春ガールズ公演もあったし、あと、バックダンサー、なんか本編に出ない時もバックダンサーがあったり、まあ、鉄道のシャッフル公演も出れたし、で頑張ったらアンダーもあったりとかして、何かしらさ、そう鉄道とかも本編今回は出ないけどでもバックダンサーだけ出ますよとかあったじゃないですか。なので全然3日に1回とか2日に1回とかある時とかは全然あったので、毎日のように動いてたけど、自粛期間、コロナになって自粛期間とかもあって、それでなんかすごい公演も最近になって復活したじゃないですか。それまではずっとなかったから、体重管理とかがすごい難しくて、そう動かないからさ、そうなんですけど、今はもう動けば動く分だけ汗として消費されるので、食べたいものを好きに食べても全然ね大丈夫なので、それがすごいすごいって思いますね。それだけ動いてたんだなって思った。そう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 、自粛期間長い時はやっぱりね気にはするけど、今はもうアイス食べようとか唐揚げ食べようって言ってるけど、すっごい量の汗をかくので全部チャラになるから嬉しい。あとは何だろう、あとはね、最近は朝元気を出すために、何だろうな、栄養ドリンクを飲んでるんですけど、なんかある種類の栄養ドリンク、今なんだっけ、 LINE のポイントがもらえるんですよ、抽選でね、リポビタンだっけな、 それをね買うと、なんかシールが瓶についていて、なんか LINE のポイントが当たりますよみたいなキャンペーンをやってて、でここ最近毎日買ってるんですけど、今日当たりました絶対そういうの当たんないんだろうなって思ってて、朝寝ぼけた顔で抽選に応募したら当たった。明日は当たるか分かりませんが、今日は当たりました。そういうのねあんま当たらないんですけどね、なんか当たりました、分かんない。でもみんなね栄養ドリンク最近飲んでる、いいよね、元気な、元気が出るおまじないは、笑顔を見せることなら叫ぶしたくなる、未来が明るく行こうぜ、そういうの当たらない、私も当たらないんですけど、今日なんか当たった。なんかねそういうのってやっぱ欲がない人が当たるんですよね。欲があると当たらないです。私もなんかね、なんか昨日とかね、当たりますように当たりますようにって思ってたら当たらなかった。今日はもうね絶対当たらないからどうでもいいやと思ってね、ちょっと寝ぼけながらやったらね当たりました。ということで15分経ったので終わりたいと思います。みんなありがとうね。バイバーイ。